ライトニングシーズはイギリスリバプールで結成されたロックバンド。ビッグインジャパンの中心人物だったヤングローディーによって1989年に活動開始。同年6月リリースのデビューシングル、ピュアが全英16位を記録。翌年にファーストアルバム、クラウドクックーランドがリリースされるなど注目を集める。1992年にセカンドアルバム、センスをリリース。 全英53位を記録し、シルバーディスクを獲得。同作でスペシャルズのテリーホールとコラボレーションし、共作曲を3曲収録。1993年プレにニューアルバムの制作過程が完了する。ライトニングシーズは、ブローディーによるスタジオワーク中心のソロプロジェクト的な性格が強かったが、この頃からバンドを帯同しライブ活動も開始。アルバムのプロモーションツアーは、 翌年8月から行われ、9月にサードアルバム、ジョリフィケーションをリリース。当時ブリッドポップブームが始まりつつあったこともあり、アルバムも、前衛12と前作までから大きく上昇し、プラチナディスクを獲得した。1996年、ブローディは、フットボールアソシエーションからの依頼で、UEFA ユ u r 96のテーマ曲を書いて、欲しいと依頼を受ける。彼はこれを承諾し、 サッカー番組、ファンタジーフットボールリーグでプレゼンターを務めていた、タレントのフランク・スキナーとデビッド・バディエルの作詞により、同年5月に、スリー・ライオンズをリリース。全英1位を記録し、プラチナディスクを獲得するなど、大ヒットを収める。同年11月にも4枚目のアルバム、ディジー・ハイツをリリースし、全英12位を記録。同作で再び、 テリー・ホールとマニック・ストリート・プリーチャーズのベーシストで、あるニッキー・ワイヤーとコラボレーションを行っている。1997年11月に、ベストアルバムであるベスト・オブ・ザ・ライトニング・シーズをリリースし、全英1位、ダブル・プラチナを獲得するなど、大きな成功を収める。1998年、 ブローディは 1998FIFA ワールドカップに向けた3ライオンズの新バージョンを制作し6月にリリース再び全英1位を獲得する同年のグラストンベリーフェスティバルと V フェスティバルのメインステージでパフォーマンスもいった1999年11月リリースのアルバムティルトでは1990年代後半当時盛んだったデジタルロックや ハウスミュージックの要素を盛り込んだ新しいサウンドを提示するも前衛46位とやや低迷し、翌年に活動休止を宣言。2006年6月にベストアルバム、ザベリー、ベストオブザライトニングシーズをリリース、夏頃に再びライブ活動を再開させるなど、本格的に活動を再開させる。そこから3年をかけて2009年5月に6枚目のスタジオアルバム、 コーンズをリリース。1996年にリリースされ、1998年に再リリースされて1位を獲得した3ライオンズがオフィシャルチャートカンパニーの歴史上、初めて4度の期間にわたり同じアーティストによる同じ楽曲が1位の新記録を受立。ありがとうございます。